ムアン・プーケット軍は、台南部にある軍、プーケット県の県庁所在地でもある。マレー語のブキットから来ていると言われる。プーケット全体の歴史は、プーケット県を参照のこと。ルワン・ポーチェームと、ルワン・ポーカイ古くは、アユタヤ時代から、中国人が住み、現在のプーケットの町のもとを作り上げていた。1876年安易と呼ばれる、鈴採掘者が反乱を起こし、 プーケットで暴れ回ったが、ワットチャローンのルワンポーチェームと、ルワンポーチュワンが巻き込まれて、怪我をした村人を救った。このため、ルワンポーチェームは、市内のヒーローとなっている。ラーマ4世の治世の時、プライアープーケットが、プーケットの国主に任命され、軍は、軍長が置かれた、タムボントゥンカーにちなみ、トゥンカー軍と呼ばれたが、1938年11月14日、市の名前は、 正式に、プーケットとなった。プーケット市は、プーケット島の東岸部南半分と島の南端部分周辺を有する。プーケット市の中心部は、東岸部に位置する。中心部のすぐ東側にはシーレイ島があり、シー・ジップシーの居住地となっている。東南の半島部分には、プーケットとその周辺の海洋生物を研究するための海洋生物研究センターがある。 観光業が盛んなほか東南の半島部分には、ラッサダー港があり、その周辺にはタイ国営石油、エッソ、カルテックスなどの石油会社による石油備蓄基地がある。軍内の主要産業は、農業でゴムの木や、ココヤシパイナップル生産が盛んである。プーケット市には8のタムボンがあり、その階に44の村がある。プーケットには、自治体が設置されており、 以下のようになっている。また市内には6つのタムボン行政隊が置かれている。ありがとうございます。